戻ったわ。セピア、お帰り。ソンブル様への誤報告はどうだった？指輪を取られちまったことは怒ってたか？ええ。ああ、やっぱりな。今から仕置きか、それとも処刑か？仕置きも処刑もないわ。事の重大さを分かっておけと。それだけよ。それだけ？ やっぱ僕たちって特権階級ってやつなのかな。だったら気分いい。それでベイル様のご様子は？まだお目覚めになられない。やはり無茶な術をかけすぎたのでは。しばらくの間元のベイル様の状態にして差し上げて様子を見ては。そのことについては憂いがなくなりそうよ。ソンブル様から魔法具を賜ったの。 何？ソンブル様のお力が込められていて、私の術の力を何倍にもするものらしいわ。これさえあれば今度こそ欠陥品の存在を消せるかも。早速試してみましょう。次はソンブル様に良いご報告ができるようにしないと。そういやさっき兵から報告があったぜ。 会場に侵流を率いる軍勢を確認したってよ。足止めは失敗したらしい。思っていたより早かったわね。ここに来るのも時間の問題だな。時間稼ぎが必要？じゃあ僕が行く。マーロンはいい子ね。でもさすがに一人じゃ危ないから。モーブ、あなたも一緒に行ってあげてちょうだい。承知した。僕一人でも大丈夫なのに。 そういうわけにはいかないわ。マロンは偉い子だから、モーブともうまくやれるでしょ。もちろん。その代わり成功したらうーんと褒めてね。セピア、俺からも条件が。ベイル様に術をかけるのは俺が戻ってからに。わかったわ。恩に切る。では。 モーブのやつ、嫌に元のベイル様に入れ込むよな。そうね。でも今のところ私の邪魔はしてこないのだから見逃すわ。従順でありさえすれば愛してあげる。私たち宿は家族なのだから。それよりグリ、ベイル様のご兄弟の話は覚えている？ああ、もらった流石が割れてないとか。 その件で確かめたいことがある。一緒に来て。ここがチーブル港ですね。何事もなく上陸できてよかったです。どうしました？静かすぎるわ。この港町にはもっと活気があったはず。 あちらに人影が見えましたよ。少し話を聞いてみましょうか。待って、神竜様。あれは異形兵。この気配、一体だけではないようね。街中にはびこっているようです。これではもう、ええ、あの砂竜はイルシオンも滅ぼそうというのか。 このままにはしておけない。異形兵を倒さないと。いいえ、先に進みましょう。待って、民を見捨てるっていうの？アイビー王女はそれでいいの？それが最善だと思うわ。なぜだい。いかなる状況であろうとも民を助けることは僕たちの使命だ。襲撃されたフィネネでだってそうしてきたじゃないか。フルルの港では 襲撃が起こった直後で助かる可能性のある人が大勢いました。でもここは町の様子から判断するに落とされてから時間が経ってしまっています。ジーブル港の民たちはおそらくすでに全員異形兵に。私だって民を救いたい。その気持ちは同じよ。けれど
時間が経てばより多くの命が奪われるかもしれない。ここで時間を使えば死んでしまった民のために今生きているたくさんの民を殺すことになるわ。そういうことか。辛い判断だが理解したよ。僕はまだ甘かったようだね。神竜様はアイビー王女のその考えを察していたというわけか。恐れ入る。いえ、そんな。ありがとう神竜様。このまま王城に向かいましょう。ああ、切り捨てる方を選んじゃったか。誰です？やっほー、宿のマロンちゃん。それからモーブ参上だよ。久方ぶりだな。異形兵を倒す方を選んでくれたら足止めの必要がなくて楽ちんだったのに。そういえば神竜様は異形兵が怖いんだっけ？もしかしておじけづいた？違うわ、神竜様は民たちのことを思って。ああ、はいはい王女様、面倒だからもうそれでいいや。お察しの通り、この港はとっくの昔に落ちてるんだけど、すぐに先に行かれちゃうと困るんだよね。あ、指輪を置いていくなら通してあげてもいいよ。お断りします。だよね、知ってる。でもどの道僕たちを倒さないと先には行けないよ。異形兵も特別にたくさん呼んできちゃったから諦めて戦おっか。一つだけ教えてください。何？ベイルは無事なんですか？ベイル様のことが気がかりか。あの方は？オーブ、情報なんか渡さなくていい。その質問には答えられないよ神竜。僕たちから君にあげるものは何もない。僕たちと戦って無様に負けて、その死体になら答えを教えてあげてもいいけど。ではこちらも力ずくで聞かせていただきます。この場所で生きている人に出会ったのはあなたたちが初めてですから。これ紋章師の指輪、セピアが持たせてくれたのか。勝手に借りてきちゃった。なんだと？そんなことをしたら怒られる？罰される？そんなわけないよ。僕たちシクはトンブル様のお気に入りなんだもん。それよりここで一つでも指輪を奪って帰ればもっと褒めてもらえるよ。そのような理由で許されることではないぞ。お説教なんて聞きたくない。いいからそれ使って戦うよ。僕の足引っ張ったら許さないんだから。
神竜様、船にある火炎砲台はまだ使える。これで正気を吹き飛ばし有利に戦おう。神竜様たちの船はここかい？ああ、異形兵がこんなに。これは合流前に一暴れするしかなさそうだね。了解だ。ディアマンド様。ザフィア、なぜここに？イルシオンに向かうとの文を頂戴しましたので、微力ながら援軍として馳せ参じました。ブロディア王城は無事です。しかしモリオン様のことは。すまなかった。私がついていながら必ず戻るとは。父上はそうおっしゃったのに。あなた様がご無事で本当によかった。これよりこのザフィアにお近くで恩義を守らせてください。元気満々じゃ。やってみせます。目線いただきました。はい、承知しましたわ。こちらユナカ。はい、場所ね。この愛が罪だというのなら。上品に。俺だね。もう取ったよ。戦なんて望んでないのに。
先に。もっと勉強せな。
すみません、僕もどこ見てるんです。いいでしょう。いい風ですね。慎重にね。弔いはしないよ。
じゃいました。
ダメだ。失礼します。まだですよ。僕も、はい、誰にも負けないくらい強く。3代目の実力です。
く期待されてるんだよね。そろそろお手柄をあげたいから早く死んでよ。許してね。何でもするわ。繰り返すの。心配ない。
また戦える。お前たちを片付け、早くベイル様のもとに。これ好き。承知です。やっ、任務遂行。やっ、撃ち取ったり。
まだいける。ある限り紋章の導きです。僕らが本気出したら負けないんだからやるよ。紋章しろい。
手を出すの上こらえてくれ紋章師殿必ず勝つ来られるわけがないと言っていたのは誰だ早く戻らねばベイル様が待ってくださいベイルがどうしたんですかソンブル様は新たな魔法具をセピアに貸しされたあれを行使すればベイル様はもう二度とお目覚めになられない皆はそれを望み喜ばしく思っているのに俺はただかわいそうだとずっとあなたは本当のベイルを守りたいのですね話しすぎたマロン俺はただ一人でも戻るあ待って待ってよ追わなくていいのかい指輪は取り戻しましたからそれに今ベイルのそばにはあの人がいた方がいいような気がしてようやく取り戻せましたお帰りなさい紋章師ミカヤ紋章師ロイいつか戻れると信じていたわありがとう影の原野そしてフルルの港であなたたちと戦うのは本当につらかったこれからはずっと一緒です
辛い思いをさせてすみませんでした。まさかイルシオンが異形兵の徘徊する国になっているなんて。イルシオンに異形兵が増えているのは間違いなく邪竜ソンブルの仕業だ。奴は今王の血だけでは足りないと、イルシオン兵に命じて民たちを連れ去っている。血を吸われた者は異形兵と化し、国中に広がっているのだと思うよ。では私たちはかつてのイルシオンな民を急ぎましょう。大量の異形兵が国の外に出れば、ソロムやブロディア、フィレネも同じことになるわ。それにまだ持ちこたえている民たちがいてくれるはずよ。イルシオン城へ急ぎましょう。シクがわざわざ足止めに来たということは、奴らには私たちに来てほしくない理由があるはずです。